からロスチャイルドビルディングに行ってみたいと思います。和田先生が教えてくれたところによりますと、こちらに見える中央銀行、イギリス中央銀行の目の前にあるのがこのシティオブロンドンの、主の方のお家で、この後ろにそびえ立っているのがロスチャイルドのビルディングなんだそうです。あのあれですよね、ガラス張りのちょっと高めな、あれね、あれね、あれですね。どんな味がするのか。ここの家なんですけど、はい、多分本人たちここでそんなに住んでなくて、実はですね、あの知り合いがロスチャイルド の、 豪邸の方の近所なの。もうだから敷地が見えないほどの、うん、屋敷、ね、近くに住んでて、それでロスチャイルドなんか 宮殿っぽくなっちゃう。そのロスチャイルドの邸宅ってどこにあるんですか？あ、みたいですよ。邸宅ってだから主、主って、うん、邸宅、まあ、ロンドン市内に、うん、持ってる家なんじゃないですか。これだと思う、私。これだと思う。違うかな。OK! ショー。このニューコートの住所にあるロスチャイルドのビルに来ています。で、私の後ろに見えますのが、この歴代のロスチャイルドのこのオーナーたちの顔がある記念があります。さっき近づいて撮影しようと思ったらおじさんに怒られちゃったんですけど、セキュリティのおじさんに怒られちゃったんですけれども、この中央銀行の本当に歩いて3分ぐらいのところにこういった、ライブラリーと、ロスチャイルドのファミリーがどういった活動をしてきたかっていうことが記録されたライブラリーとこの建物があります。ちなみにこの建物の名前彫られているのが、じゃーん、どこですか。ニューコートです。ニューコート計画ってこういうことだったんですね。皆さんもう一回言ってもらっちゃダメですか。はい、マンションハウスっていうところで、はい、ロードメイヤー の、 住んでるところなんですね。で、ロスチャイルドのビルの隣にあって、で、ロードメイヤーっていうのはそのシティメイヤー、ロンドン市長メイヤー、普通に市民から、選挙で、受かる、当選する市長とは別に、ロード、貴族で、ロンドン市を統括している人がいるんですね。はい、だからその一般的に東京都だと、都庁じゃなくて、市長じゃなくて、なんて言うんでしたっけ、都知事だ、日本語で。都知事に当たる人がロンドン市長当たるんだけど、その他にもその貴族としてロンドン市を統括してる人がいて、2人権力を持ってて、で、まあ、ロードメイヤーの方が、まあ、地位的にも高いので、貴族院みたいな、貴族院みたいな感じですね。まだいるんですね。いるんですよ。それで、前に参加したんですけど、はい、フリーメイソンもフリーメイソンの前身があって、うん、1717年にそのグランドロッジが始まったんですけど、その他にメイソンってフリーがつかないメイソンっていうのが13世紀に始まっていて、イギリスで。そちらは毎年2月ぐらいにその一般の人を呼ぶすごく正式なディナーパーティーがそのマンションハウスで行われてます。ここで？ここで、ここの中で。それで本当に迎賓館で天皇陛下がその来賓を呼ぶような形のディナーパーティーをやってます。
まあ、出席一回したんですけど。え、ちかさん出席されたんですか。そう、それだから人でもないんだよな、うん、もうある意味諦めた方がいいのかもしれないでもそれは冷たいかもしれないけど、でもそのぐらい危機感を持って動き始めてる人たちの方が話が早いし、もちろんもちろん、なんか人を変えようと思って努力をする時間はもうないかもしれないな。だから自分が変わらないと人からいくら言われても気づかないから、みんな変わるしかないんですよ。だからそれでも実際に外に出ないと分かんないんですよ。だから、ね、映画作ったり絵描いていろんな開くってるじゃないですか、うん、いろんなもの見てるからいろんなことを吸収して、だから自分がどういうふうに生きればいいかとか、どういうふうにみんなに伝えればいいかっていうのは分かってると思うんですけど、でもお父さん、いやでも本当にそういうチャンスを恵まれてない人がほとんどだから、だからまあ沈没するんじゃないですかね日本。まずいですよ本当に。でそれに気がついた人たちがとにかくつながるしかないのかなとか思うので、今ボール投げたんでキャッチしてくれた方ちょっと何か投げ返してくださいね。瞑想どんな感じなんですか。本当にもう本当にイブニングドレス、みんな蝶ネクタイだし、こういうその天皇たちがやってる。